が上にあるよってみんな言ってたのは、それこのことか。あ、ここにあるじゃん。あ、これのことか。あ、まだ上もあるじゃん。なんでやねん。なんでうちにうう言っとんねん。あ、あれ。リベンジ成功やって、これは意外に空いてたもんね。まず雨予報やったでみんな買い取ったで、それも良かったのかな。みんなどんだけ今から降るか分からんけど、でも空いとるよ、すごい空いとった、びっくりした、ね、うん。しかも視聴者さんでさ、うん、ま、上の方にもサイトありますよって言ってたそうそう、ここも下の部分しかないと思ってたから、うん、前回はそこ上行けばありますよって言われたで、行ったらめちゃくちゃ咲いたって。めちゃくちゃあった。どえらいあれやどんで。めちゃくちゃ広い。こっちが上があるよってみんな言ってたな。それこのことか。あれなんかお風呂あるよ。大浴場あるよ。あ、方向にあるじゃん。あ、これのことか。あ、まだ上もあるじゃん。ほら。ここか。こっちもそうや。あ、こっちもそうや。ここもそうや。みんなこトイレどうしたの、この辺の人。ここも全部使っていいよ、これ。あ、でもここ上もそうか。すげえな、マジで。いや、すげえけど、トイレどうすんの、これ。なあ。こんなとこそう？マジで言っとる？でそこにトイレがあるのか？標高高っ、耳がポンスしてる。出るやん。トイレ。よいしょ。
ここにトイレ、この下の段やったらここにトイレしてくれる、あ、と思うよ。あ、これ下行けるんかな、これは。あ、繋がってんのか。あ、ほんとそっち降りてくるんや。あれ、そういうことか。何気にそこに水地場がある。電気がついた。電気が今ついて消えたけど、センサー勝手について消えたけど、怖い。ここでお風呂待っとったりできるんやな。すごいすごい。ちょっと扉が硬いな。ちょっと扉が硬い。ほっ、うんうんうん、あの管理棟の横、さっきリノリアの散歩行った時にさ、池があって、うん、ピョン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 なんか跳ねとれへんて、うん、えっと思って池の前に看板があって、うん、1人1匹まで取ってもらってもいいですって書いてあってさ、多分食べれる魚がいるんだろうね。そう、池に、うん、めっちゃ跳ねてたよ魚が。いい、カミ取りができる、すごいね。この施設が多いね。なんかあのベビールームみたいなやつもあったやん、中に。あ、あった。遊んどれるスペースみたいな、キッズルームみたいな。車で10分とか、そう、十何分のところにスーパーとかはありやん。すごいね、それで無料とかやばいよね、うん、すごいわ、あんな上まであるとは思わなかったな。まだでもなんか、整地みたいなのしてたよね。うん、整地しとったね。まだ作るんや。できました、鴨肉でございます。これは元気で買った鴨肉でございます。元気で買った鴨肉であります。あります。これ今日美味しいんだよね。これ美味しいね、うん、まだ結構ちょいちょい出てくるから。キャンプでね、うん、これも昨日一緒にキャンプ行った友人夫婦が教えてくれたね、うん、これ美味しいよ、うん、なんだかんだあそこの影響力強い、ね、間違いない。我が家に影響を与えてくれる。いいね、うん、うん、美味しいんだ。うまいな。
それは、そうなんだよ。先が分配しなくてもいかないなって言って気をつけないね。飲みすぎには気をつけてください。飲みすぎるよね。いいんだよ、食べてくれ。流れに目を確認してくれ。昨日も無駄切りやった。周りの人のマナーが良かったんか知らんけどさ、静かやったね。うん、静かやった。だってもう10時ぐらいにはなんか真っ暗だったから。うん、真っ暗やった。チラチラっと見たらみんな焚き火して起きとったらさ、まだ、うん、あ、起きとるんや、寝て。えらい静かやで、寝たんかなと思って、うん、結構起きとる人いっぱいおったけど、そう、ファミリーキャンパーの人らも、うん、静かやったね。うん、うん、珍しく珍しく。なあ、あそこだって子供多いでさ、もっと、うん、いわゆるワーワーさ、だって泣く子だっておるやん、ギャーって。そうそう、いなかったよね、全然いなかった、ま、崩していく、うちが綺麗に並べたやつを崩していく勇気が。うまっ。柔らかいのだ。うまっ。うまっ。何を歌いに来たの？食べたいの？鴨肉か？うん。なんか鼻に出てきたよ。鼻で取るよ。違うか？何しに来たの？寝とったんや今。ダメ。鴨肉ダメしてる。食べれないの。ウリののじゃない。これは違う。一応さっきご飯食べた。ご飯食べたでしょ。え、ご飯食べてたよね。食べたよ、さっきご飯。もう食べたないよ、リノは。ないよ。これママとパパのご飯。ジミーさん。お姉ちゃんもう忘れたね。リナのご飯さっき食べたよね。おいしいご飯食べたよね。今日豪勢なご飯やったよ。鶏肉いっぱい食べたよね。あいつはなんで顔落ちとるやん。ノックコットをダブル使いしとる。手だけ温めさせてもらいました。手を温めさせてもらいました。冷たくなってたから。お湯は助かるな、本当に。お湯助かる、寒い時のお湯は。なんかさ、お湯の温度がちょうどいい。あ、そうそうそう、なんか熱くなるわけでもなく。そうそうそう。え、めっちゃ降ってるやん。降ってる。ここにさ、電気がある。ああ、ね、下までつけてほしかった。でもゆっくり、ね、めっちゃうなっとるやん。なんでやねん。なんでうちにうう言っとんねん。
あれ。ピザを焼いてきます。ピザ焼きます。焦げないように。油引いた方がいいかな。パンで入れたい。パンでいいよ。なんかね、つくかな。くっついてる。くっついてる。多い、ちょっといいんじゃない？もう食べれそう。本当に。ほら。うわ。ほら、しかも裏も。あ、やば。いいんじゃない？いい。あ、いいいいいい。食べよう。いいじゃん。どうぞ。うやばい。いい感じやな。めっちゃ美味しそうや。赤い。めちゃくちゃいい。おばっこば。あったかも。上あごに。違ったな。成功したね。うん。今日朝ピザやっぱりちょっとハマるな。うん。簡単やし。なんか、ガクガク。うん、19度までいった。いった。あ、20度もいった。うん、よく見た。白樺だね。いや、ほんとや。大きいな。うん、指にやばくなった。ほんといいよ。何も見え、なんか空みたいな、天空におるみたいな。うん、一番上から見たらすごい。うん、うん、こんだけの季節が無料ってやばいよ。ちょっとない、なんかかっこいいな。ないよ、こんなとこ絶対ないよ。うん、ゴミ袋ぐらい、500円。うん、まあそれ風呂入るのはさ、お金いるけど、うん、お風呂の貸し切りできて、うん、それなりに子供の遊具とか遊ぶ場所もあるし、売店もでっかいのあるし、トイレめっちゃ綺麗やし、しかも売店24時間でしょ。うん、無人やんな。うん、だってだから電気ついとるで、あの辺明るかったし。うん、やっぱこのウッドチップが引いてあるところがおすすめやな。うん、うっ、やばいよ。あとすごい木のいい匂いがする。うん、新しいっぽいやん。新しいっぽいな。まだ引いてない。余計にいい匂いがする。これのおかげなのか、もともと水はけがいい土なのか。いや、水はけは悪かったよ。そっちさ、この辺水溜りできちゃったよ。本当ありがたい。絵の森は濡れることに汚れんでいい。うん、うっ、見て、パッて開いたらさ、フィールドスタイルの投稿でさ、2枚目開いたら、やる気出す店員。なんだよ。やる気出せ、そこの店員。あ、邪魔だけど、うっ、うっ、なる。勇気さ、何かのキャラ。見て、しゅんさん。2枚目になってる。これ何やりきないか。めっちゃカメラを向けられるんだよ。こういう
知らない。多分さ、そのどこにタイミングがさ、びっくりする。多分取られてることに気づいていない。そうそう、いや絶対そんなことない。いや絶対気づいてない。絶対カメラマンは目の前にいるはず。気づいとったら絶対だってなんかするやん。こう絶対気づいてない。え、一周してからでいい？え、いいじゃん。いいの？一周してからでいいや。どうせ濡れたら嫌やん。一周しに濡れたらさ、寒いじゃん。だって雨降っとるのにさ、降っとる間に行った方がいいよ。だから降っとって、その後もずっと降り続けてて、一周してびしょ濡れになったらどうするの？だからやんだ時にするの？ちょっと天気予報見ようか。我が家が泊まったのはこの一番下のサイトですね。ところどころにウッドチップが引いてあるんで雨が降っても安心かな。ここがゴミステーション。マナーを守って捨ててくださいっていう感じなんで、ガス缶は穴を開けて捨ててくださいということですね。でペットボトルと瓶を捨てるとこ、これ燃えるゴミですね。ここね、全部こっちまで。あ、段ボールも捨てれます。すごいね、全部捨てれるよ。炭とか灰とかはここなんか網まで捨てれるの。これ炭灰はここのカンカンの中に入れてください。炊事場とあっちが貸し切りのお風呂、こっちが売店の前のサイトです。薪もいろんなもの売ってます。500円です。貼り紙するところもちゃんとある。焚き付け用の薪300円、奈良は一束500円。薪割りで200円。無人なんで現金投入とこっちがカードになってます。1万円とかで木売ってる。ヒノキ買ってない。
風呂があるんですね。名前を書いて予約します。お支払いは1時間1000円、売店でお支払いする感じです。お風呂、お風呂、お風呂はこんな感じ。そこまでです。です。冷たい。うわ、本当や。うわ、冷た。めっちゃ冷たい。すげえな。支援機器のそうかな。マイルとこなのこれ。これなんかこういうのがあるとさ、マイっちゃうね。神様見えるの？ここ。守って見えるの？まあいいや、合わせといたら合わせるのは間違いない。感謝感謝。ありがとう。